一言お祈りいたします恵み深い天皇父様あなたの尊い身をあがめ賛美いたしますこれから御言葉を開かせていただきますどうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りくださり私たち一度を恵んでくださいあなたの御言葉を待ち望みます どうぞお一人お一人の霊の目が開かれ、霊の耳が開かれ、主イエス・キリストをもっと知ることができますように、私たち一人一人を憐れんでください。またこのしもべをどうぞ十字架の陰に隠してくださって、主の通りを聞くだとして用いてくださいますようにお願いいたします。これからの時一切を見てに委ね。 尊いイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は完全なものになるというテーマです完全なものになる、えー、なかなか難しいテーマですね、えー、というのは私たち人間というのは決して完全ではありませんですからね もう本当に不完全だなということはもう自分でもよく分かっています皆さんもそうじゃないでしょうかね誰でもね間違いを犯すことありますもう失敗ばかりですですのでね完全なものになるってなかなか難しいテーマだなということを思わされますですがねなぜ今日このようなテーマになっているのかというとパウロはコリントの信徒が完全になることを祈っているんですよね えー、ここでパウロが祈るということはそれが神様のご計画によって実現されるということ柄だからですだからパウロは祈ることはできるんです全く不可能なこと神様の御心にかなわないことを死とパウロは祈ることはありませんしかしパウロは 罪を犯し続けて失敗ばかりしていたコリントの信徒たち、彼らが完全なものになるようにと祈っている。これはね非常に大きなことですね。ですので、そのことから私たちも学んでいこうと思っております。本当に私たちも自分の弱さに嘆くことも多いかなと思いますが、今日は私たちを完全なものに導いてくださる。 主イエス様が語ってくださるこの真理の御言葉に耳を傾けて私たちをも完全なものにしていただけるんだという信仰をしっかりと持っていきたいなと願っておりますでは聖書もう一度拝読いたしますのでご覧ください「コリントビトへの手紙第213章1節から10節 まず一節から四節拝読いたします。私があなた方のところへ行くのは、これで三度目です。すべての事実は、二人か三人の商人の口によって確認されるのです。私は二度目の滞在の時に、前もって言っておいたのですが。こうして離れている今も、前から罪を犯している人たちと。 他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったときには容赦はしません。こういうのは、あなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。確かに、 弱さのののににに十字架につけらられれまましたが神の力のゆえに生きておられます私たちもキリストにあって弱いものですがあなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのですパウロを拒否した人たちはパウロが使徒としてふさわしくないと考えて拒否したんですよね。 そして他の、えー、コリントに入ってきた雄弁な指導者たち彼らに従うことを選んでしまいましたしかしその指導者たちは決して、えー、イエス・キリストに従うそのような弟子ではなかった見せかけの弟子偽師徒というふうにパウルは言っていますねそのような人たちに従っていってしまいました、えー <coughs> パウロを使徒としてふさわしくないと考えるということこれは彼らがパウロのことについて彼は決してキリストに使わされたものではないんだと考えたんですねということを意味しますねそれと同時にパウロが語っている御言葉語っている言葉それもパウロの自身の教えだと というふうに考えていたわけですパウロやキリストに遣わされた使徒であるそう考えるならキリストご自身がパウロを通して語っているのだそう受け止めますキリストは語るそれはつまり神様の御言葉なんだ神様の御心なんだそう考えて忠実に従うわけですが コリントの人たちは決して従わなかったパウロが語る言葉は「所詮あの男が考えたことでしょ」その程度に受け止めて決して受け入れようとしなかったんですね、えー、コリントの人たちはパウルの言葉は「所詮愚かな人間の言葉愚かな人間の考えにすぎない」そう思っていました ですから、えー、パウロが一生懸命、悔い改めなさい、あなた方は今、罪を犯している、神様の御心に背いている、そのように語って、悔い改めるように進めても、命じても、決して、えー、それは神様の御心じゃないんでしょ、神様が語っておられることじゃないんでしょ、そんなふうに、ね、捉えてしまって、悔い改めようとしなかったんです。そして パウロがそこまで言うんだったら神様の御心だと言うんだったらあなたを通してキリストが語っておられるという証拠を出してくれとそんな弱,弱々しいあなたが語っても何も説得力はないんですよそのようにねパウロに対して厳しく拒否する反応を見せていたわけですそこでですねパウロは 前から罪を犯している人たちと他のすべての人たちに今度コリントへ行った時に彼らが悔い改めていなかったのならば容赦はしないとそのように厳しい口調で語っています今までパウロはコリントへ行った時そのような厳しい口調でね言うことはなかったですから人からコリントの人たちから見ると 弱い人だというふうに見られていたようです。確かにパウロは弱さを持った人間ですから彼らに対して厳しく裁きをするようなことはしません。それどころか優しい父親として何とか諭したいそのような思いを持っていました。しかしパウロを通して語っておられるキリストイエス様このお方は 決して弱いお方はないということをパウルはここでえ厳しく容赦しない態度それを通してコリントンの人たちに示そうとしたんですね決して私が語っているのではない力あるお方主イエス・キリストがあなた方に対して厳しく命じられるのだということを今度コリントンに行った時 あなた方の前に出た時それをはっきりと示しましょう私は弱いが私を使わされた主イエス様は力あるお方なのだということを今度あなた方が悔い改めていないのならそれをはっきりと示しましょうそのようにパウロは言っていますねイエス様は愛なるお方です本当に愛なるお方です 罪人を愛し、その命ままでででも捨てててくだささいいししし、しした。しか罪し罪に対しては厳おお方方す。す。を滅ぼされるお方ですそのような厳しさを持っておられるお方だということを彼らが知り決してパウロ自身が自分の思いで行動しているのではないということをみんなが知るようにパウロは、えー、今度行った時には容赦はしないとはっきりとそう言っていますね。 とは言ってもパウロは神様の裁きがどれほど厳しいものであるのかということをね刑事を受けて知っていましたから罪を犯していると言っても愛するコリントの兄弟姉妹彼らが神様の裁きを受けるということそんなことは決して望んでいませんでした。 え皆さんもそうですよね。このままいったら厳しい裁きがある罰があるそんなことは分かっているのにそのまま放置するようなことはしませんよねなんとかして悔い改めてほしいなんとか今やっている悪いことを離れてほしいその先に厳しい罰があるんだ分かってほしいなんとか分かってほしいそのように一生懸命説得します。 ですからパウロはこの手紙を通して自分たちがキリストイエス様にあって語っていたということそのことを思い出してほしいそのように語るんです自分たちが弱いものであっても決して滅ぼされることなく宣教の働きをずっと続けていたではないかそれは十字架につけられたけれども 神様の道からによって生きておられるイエス・キリストがパウロと共におられるからなんですよそしてイエス様が力を与えてくださっているそしてイエス様ご自身が語っていってくださるからこそ私たちは困難の中でも宣教の働きを続けることができているんですよそのことをもう一度思い出しなさい。 そうでなければこんな弱いパウロが厳しい旅を続けて宣教をすることのできるはずがないではないか。力あるお方が共にいるんですよ。そのことを思い出しなさいとパウロは教えているんですね。そしてコリントの信徒たちがそのパウロの姿を思い出し、確かに、確かにパウロには イエス・キリストが共におられるんだということを認めてそして自分たちの罪を悔い改めるそのことをパウルは期待したわけです <coughs> そして3度目の訪問の時もう準備はできていますその時にはキリストによる裁きが下されないこと本当にパウルはね切実に願っているんだなということがこの 今お読みしたところにしっかりと書かれています。5節から10節拝読します。5節。あなた方は信仰に立っているかどうか。自分自身を試しまた吟味しなさい。それともあなた方のうちには イエス・キリストがおられることを自分で認めないのですかあなた方がそれに不適格であれば別です。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって 私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなくたとえ私たちは不的確のように見えてもあなた方に正しい行いをしてもらいたいためです私たちは真理に逆らっては何をすることもできず真理のためなら何でもできるのです私たちは 自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは私が言った時主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることをないようにするためです。このの権威が与えられたのは 築き上げるたためめでであって倒すためではないのです主イエス様の見舞いで罪を犯している兄弟姉妹が裁きを受けることがないようにパウロは自分が信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさいと命じています。 自分が何を信じたのか誰に従う決心をしたのか思い起こして今そのように歩んでいるのかを再確認するように命令しています。パウロは彼らがイエス・キリストを信じてそして私はイエス様に従っていきます。 そのように信仰告白したこと決心したことをちゃんと知っていますだからこそあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを認めないのですか自分で認めないのですかそのように言っているんですパウロは自分の目で見たんです彼らが信仰告白することを聞いたんですだからこそ あなた方のうちにはイエス・キリストがおられる。そのことを思い出しなさい。認めなさい。そのようにね、もう一度言っているわけですね。また彼らが自分自身を吟味して、信仰が回復すると同時に、パウロたちが使徒として使わされた。それをね、ちゃんと悟ってほしい。自分自身もイエス・キリストがうちにおられることを知って、 そしてパウロは使徒としてキリストに使わされたものとして私たちに御言葉を語ってくださったんだそのように思い出してほしいそのようにパウロは願っているわけですそれはパウロたちのことを認めてほしいというからではないんですねやっぱりパウロは使徒だった偉い人だったんだって認めてほしいわけじゃなくて パウロの教えが真実な神様の御言葉であるということを悟って彼らが罪を離れてほしいと願っていたからです。パウロは私たちはあなた方が完全なものになることを祈っていますと言っていますね。そのように彼らからどんな扱いを受けてもただ彼らが 真理の道を歩んでキリストにあって築き上げられ完全なものになることを切実に願っていました旧説の御言葉ですねもう一度読みします私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです 私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。パウロはコリントの兄弟姉妹が完全なものになることを祈りました。たとえ自分は弱くても愛する兄弟姉妹が強くなることを自分の喜びとしていました。 それは、えー、主イエス様が私たちの弱さを身に負ってくださって十字架で命を捨ててくださった。だからこそパウロは自分も弱くなって構わない。ただあなたが救われてほしいのだ。あなたが生きてほしいのだ。神様の子供として まっすぐに生きて欲しいのだそのように願っていたんですねその愛をイエス・キリストの愛をパウロは受け変えられましたそして今度はパウロがコリントの人たちにイエス・キリストの愛を自分の身をもって伝えましたそしてこのキリストの愛は私たちにも今同じように注がれています 私たちも神様に背を向けて自分勝手に生きていました罪の中に死んでいましたですが一方的な恵みによって救いに預かりましたそれでも救われた後もこの世にがされてしまってイエス様から離れてしまったりまた時にはね誤解してしまってね もう自分はイエス様に見捨ててられているんだそう考えてしまうそんな弱さを私たちは持っているんですしかしイエス様は私たちも自分が信仰にちゃんと立っているかどうか自分自身を試し吟味するように命じておられますそして主イエス様が共におられることを認めるように 導いいててくださっています私たちにもね「あなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか?」そのように今語ってくださるんですそして私たちが主にあって強められ完全なものにされ神様の形へと築き上げられることを イエス様は喜んでくださいます。パウロが祈ったように私たちは完全なものになることができます。霊的に神様に喜ばれるものになることができます。罪を離れ神様に喜ばれる行いをしていくことができるように変えられます。そのためにはイエス様を しっかりととと信信じてイエス様にに従うう仰に立つということですね信仰に立っているかどうか吟味しなさいと言われましたイエス様を信じることイエス様に従うことそのように私たちはできているだろうかということをしっかりと吟味することですそして何よりもイエス様が 今も私たちと共に生きてくださっていること、私たちのうちにイエス様がおられるということ、いつも忘れないということです。イエス様から目を離さずに歩むのなら、主は私たちを完全なものへと導いてくださいます。お祈りいたします。 私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています天の父様あなたの尊い皆をあがめ賛美いたします私たちは弱さのゆえにあなたから離れやすいものこの世に流されやすいもの罪を犯し御心を痛めるそのような弱いものですしかし あなたは私たちに今一いと自分が信仰に立っているのかしっかりと吟味しなさいイエス・キリストが共におられることを認めないのですかそのように私たちに語りかけてくださいましたそして私たちは完全なものになることを祈ってくださいますありがとうございます私たちは今もう一度 共におられる主イエス・キリストに目を向けます。自分の弱さ、またこの世の偽りに目を向けることをやめます。私たちを愛し、私たちのために弱さを覚えてくださった、十字架の死をもしのんでくださった、私たちの主イエス・キリストに目を向けます。どうぞしよう。私たちを導き、 私たちの心の傷ついたところを癒し、霊的に弱っているところを強め、日々神様の形へと、イエス・キリストに姿へと、私たちを築き上げてください。主よありがとうございます。あなたが私たちのために、いつも共に励ます、共にいてくださり、励まし、また祈ってくださること、心から感謝します。 尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメンではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう